はい、皆さんこんばんは、キースです。ではジャックジャンの続きからやっていきます。よろしくお願いします。今日はね、お休み、10月3日土曜日ですね。公演まであと21日。さあ、じゃあ今日はお出かけ行こうかな。前回はね、あのアンバーのジャックエース田中美希先輩がね、キサちゃんにどうやらね、目をつけているということが判明したんですけどね。城田先輩がね、ちょっと守ってくれたよね。かっこよかったね。どうしようかな。これ、鈴くんは今回いないね。あ、モラスクール行こうか、じゃあ。はい、モラスクール。おいでませ、立花くん。どうも。秋のシーズンは、メアリー・ジェーンの特別レッスンを実施するわ。お願いします。ちょっぴりホラーチック。なんだかワクワクしちゃうじゃない。いいね、テンション高いね、モラさん。今日はどのメニューにする？どうしようかな、もう精神上げていくか、ガンガン。お化けと戦うなんて強い気持ちがないとね。気持ちもこれまでとはガラッと変えていきましょう。お願いします。よし、上がった。お疲れ様。水分補給としっかり休息ね。ありがとう。なんかやっぱね、レベルがどんどん上がっていくと、上がりにくくなるね。あと20日か。もうなんか20超えたあたりから全然、増えない。なかなか難しいね、上げていくのが。あ、鈴くんいるね。行きましょう。足マジね、治んないかね、足ね。大丈夫？立花。お、笠井くんちゃん。立花、折り巻きの調子どう？心配してくれてんだ。本人は元気そうだけど、稽古はまだ休んでるよ。そっか、これ長山先生からリハビリのメニューだって。あと、こっちは俺から。このテーピングの素材使いやすいんだ。折り巻きに渡しておいて。お、さすが。だいぶね、目かけてますからね、折り巻きくんのこと。同じジャックとしてね。折り巻きはジャックとして気になる存在だからね、早く復帰してもらわないと。ありがとう、笠井くん。鈴くんに伝えとくね。センキュー。みんな心配してんな。伝えたと、笠井くんの言ってたこと。マジで優しいな、笠井。後で礼言っておかねえぞ。足はどう？だいぶ良くなってきたわ。今週まではしっかり休むけど、来週からは稽古に参加できるかも。マジか！やった！秋公演には出られねえけど、何かできることあるかもしんねえし。あ、やっぱ出られねえのか。ちょっとでもいいから、舞台に関わっていたいんだ。こうやって気にかけてくれる人たちがいるからさ。鈴。頑張れ。さあ、お、19日ですね。あと。さあ、今回いけるかな、前日まで。休んだ方がいいな。どうだ、まあ、休むか。休んだ方がいいな。3日休んで。ハレルヤ、友よ我が神の名を叫べ。フリレスツォ。来ましたよ。ハレルヤ、友よ我が神の名を叫べ。カリウドに襲われたメアジェイコンビと教会のゴースト組が何とか逃れようとするシーンだ。メアジェイコンビって言うんだ。盾も入るから怪我しないように気をつけろよ。わかりました。行きましょう。リズムゲームでしょ。だよね。行きましょう。じゃあ、ノーマルでいいかな。はい。これ本番だと楽しみだね。映像が。あ、このタイプね。オッケー。ホラーチックだ。オッケーかな。いや、意外と早い。むずいな。舞踏力上げりゃ踊りやすくなるから、ダンスに自信がねえならダンスの授業受けとけよ。はい、毎回言ってくれるね。これどんなにトラブルが起きてもいつも通りひょうひょうとしてる。さすがっす。クミさんが誰よりもクオーツのクラス優勝にこだわっている。まあそうね、勝たせてやりてえって言ってたもんね。まあこっちとしてはフミさんを勝たせてやりたいよね。もうその形やりたいとかいうのもあれだけど、おこがましいけど。おはよう。勝ってもらいたいよね。お、まれまれ。おはよう、まれちゃん。
どう、稽古進んでる？ぶっちゃけどうなの、夜中の代役って。だって夜中ずっとジャンヌだったでしょ。確かに。しかも折巻の代役ってあんた夜中と真逆じゃない。その難しさが一番分かってるのはそうちゃんだと思うよ。やっぱね。まあそうだよね。もういっそのことを全然違う役にしちゃったら。そうだよね。うん、それ言ってるんですよね。もうすずくんにはなれないんだから。うん、まあすずくんにはすずくんの良さ、そうちゃんにはそうちゃんの良さがあるんだから、もうそうちゃんらしい、うん、役にしちゃったらいいと思うんだよね。え、夜中がやりやすいようにさ変えちゃえばいいじゃん。おマリちゃん分かってんね。私もよく勝手にセリフ削っちゃう。やりますね。え、いいの？緑川先輩に怒られる、やっぱり。そっか。まあ、そんぐらいね、我が強くないとね、きついよね。あ、舞台に立つには。じゃあどうしようかな。またランニングかな。まあ、連続レッスン行きましょうか。先生見てるよ。さあ、17。近づいてきましたね。お、いよいよどんどん近づいていくよ。さあ、そうちゃんどうなるんだろうね。代役。お、僕今日は甲斐さんに稽古をつけてもらってくるよ。頑張って、そうちゃん。分かった、頑張ってきてね。ここのところずっとそうちゃんと稽古してたから、一人になるのは久しぶりだな。あら、寂しい感じ。今のうちにダンスの稽古やっておこう。あれ、ダンスルームに誰かいる。え、誰？お、ふみさん。ふみさんだ。ふみさんが一人で踊ってる。まあ、こうやってね、天才であるふみさんも陰でね、めちゃくちゃ泥臭く努力してるんだよね。それを見て、美月先輩もね、燃えてるもんね。アンバーの一年生には怒ってたしね。すごい迫力。怖いくらい。まるで自分を追い詰めているみたいだ。キレッキレですなぁ。お、ネジ先輩チッス。ネジ先輩、傍らに立花月の姿が見えるよ。マジか。ふみさんは組んだことあるんだよね、月にと。一年の時にクォーツをクラス優勝に導き続けたあの人の姿がね。クラス優勝、月に、もしかして。ふみさんは、白田先輩がクォーツのクラス優勝に一番こだわっているのはふみさんだって言っていました。それって橘月先輩と関係があるんですか？関係あるというか、それが全てじゃないのかね。そうなんだ。ふみってね、本来壊し屋なんだ。気質としてはアーティスト。ああ、なんか前にも言ってたよね、言いかけてたか、美月先輩が。本来あの人はみたいな。まあ確かにアーティストっぽいよね。うん、古い概念を打ち砕き、形にとらわれず新しいものを作っていく。うん、それを入学したばかりの1年がアルジャンヌとしてやってのけたんだ。すげえな、ふみさん。当時のユニベールフォロワーの皆様方はふみに夢中になったよ。でもね、でも月先輩が卒業した途端、ふみの表現が胸ときめかせる新しいものではなく、なんだかすごいけどよくわからないものになっていったんだ。そうなんだ。観客だけじゃない、同じ舞台に立つクォーツ生までもふみが何を表現したいのかわからなくなった。月にだけだったのかな、それ受け止められたのが才能を。ふみさんの、ふみは知らなかったんだ。月先輩がふみは何を表現したいのか汲み取って観客に伝わるように動いていたことを。ああ、やっぱりね。誰よりも華やかなその人は
文を支える器でもあったんだ。すげえな月に。だから僕はクォーツに転化した時、文に伝えた。君のことを理解してくれる人はもういないよって。はっきり言ったんだね。僕は文に理解を求めるのではなく、理解してもらうための努力をするよう求めた。誰にでもわかる表現を使うように言った。羽をもがれるような感覚だっただろうね。そう感じたのは審査員たちも一緒だ。何せクォーツ新体制で挑んだ秋公演は最下位。でもね、この公演、素直に楽しんでくれる観客も多かったのよ。カイさんも言ってたよね、いつか、月にが抜けた後のクォーツはね、かなり、ふぬけのクォーツになってしまったと。まあ、でもそこから立ち上がったんだよね、ネジさん、ネジ先輩とかカイさん、そしてフミさんもね、頑張って。そういうのって舞台に立つ我々にも伝わってくるじゃない。手応えがね、あったんだよね。フミは久しぶりに観客とコミュニケーションが取れたんだ。そして気がついた。月先輩はいつだって舞台を通して何を伝えたいのか必死で考え、観客に届けるため努力を惜しまなかったこと。なるほどね。自分はそれができず、クォーツを守れなかったこと。まあ、それを、まあ、せずに、理解しろっていうのが多分アンバーなんでしょうね。田中右先輩、俺の世界、俺の、芸術を理解しろって感じなんでしょうね、アンバーは。でもクォーツはアンバーじゃないと。そんな、フミさんのせいじゃ。月先輩と同じように舞台の真ん中に立つ者としてのプライドさ。だからフミは自分の形を変えてでもクォーツを優勝させようとしている。特に今回はその思いが強いだろうね。アンバーが、田中幹先輩がいるからですか？最初はそうだっただろうよ。でも今は違う。君たちを勝たせてあげたいのさ。言ってましたよね、これは。頑張っているものをみんな。勝たせてあげたいでしょうよ。先輩。フミさん。いや、もう勝つしかねえな、これは。フミさんがそこまでね、あそこまでやってくれてんだから。走ろう。クォーツは今、苦しい状況だ。それでもフミさんは、月兄の思いを引き継いで、みんなを優勝に導こうとしている。やるしかないっしょ。私にできることは何だろう。少なくとも、今のままじゃ何の力にもなれない。何か変えていかないと。最悪。今一番見たくなかったやつ。めちゃくちゃ、舌打ちされたんですけど。神谷くんじゃねえか。おや、立花さん。こんにちは。どうも。あの時はどうも。神谷くん、桃梨くん。あれ？神谷くんと桃梨くんって、背丈や体格が私とそうちゃんに近い。確かにまあね。まあ、華奢な方だよね。それに顔つきだって、お互いジャンヌ寄りだ。私とそうちゃんが並ぶとこんな風に見えるのか。ああ、確かにだいぶ目つき悪いキサちゃんだけどね。そうちゃんはまあ似てるっちゃ似てるかな。ジャン・ホセとシャルルは経験豊富な大人と青さが残る青年の先輩後輩コンビだけど、私とそうちゃんだったら。そうね、さっき背丈が同じだから、今のアンバーの1年2人組みたいな感じになるんじゃない？
少年コンビの方が似合いそう、兄弟コンビの方が似合いそう。兄弟ね、まあでも少年コンビなんじゃない、うん、少年コンビ、少年コンビの方が似合いそう。うん、はあ、何言って、少年コンビって言ったみてえだけど、それがどうした。おっと、ふみさん、お、見とかかった、ふみさん、クオーツのアルジャンヌ、ふみさんの、お前ちょっとふみさんで呼びなさい。クオーツは先輩が優しいからな。こいつに話があるなら代わりに聞いてやるぜ。おお、でもあれだ、やっぱふみさんあれだね、うん、あれなんて着てないんだね下あれ1枚なんだ、あのベストみたいな感じのやつ、シャツなのか、あれめちゃくちゃ胸元開いてるんだね。行こう、カクト。ええ、それでは失礼します。すげえ、ふみさん来たらもう逃げたミスから聞いてはいたけど、次から次に大変だね、お前も。いやもうね、モテモテなんですよね、困っちゃいますわ。おかげで助かりました。なあ、いい、それより面白そうなこと言ってたな。お、少年コンビ、カリウドコンビのことなんです。経験豊富な大人と青さが残る青年の先輩後輩コンビよりもそっちの方が似合っている気がして。アンバーの一年見て思いついたんだ。はい、脚本とは全然違うんですけどね。どうすかね、面白そうじゃん。お、いいぞ、ネジ先輩にじゃあちょっと相談してみようか。え、やってみようぜ、それ。キサちゃんが考えた狩人コンビですか。おお、息抜きにやってみねえか。でも設定が漠然としすぎてないでしょうか。だったらちょっと付け足そうぜ。あ、16歳の双子狩人ってのでどうだ。おお、いいね、これで兄弟か。じゃあ、あの選択肢どっちでもよかったのかな。で、あとはソシー、お前が考えろよ。お、ソウちゃんね、こういうの得意だからね。僕がそういうの得意だろ。そうそう、とびきりかっこいい悪役にしちまいな。行こうぜ、中二設定盛りだくさんにしようよ。おーい、カイ、ちょうどいいところであった。聞きたいことがあったんだ。ヨナガのジャンホセか。ヨナガ君、あの役が織巻君に当てられて書かれたことを感じ取りすぎているように見えてね。そうね、ヨナガは役の解釈に関しては目を見張るものがあるからな。うん、才能あるもんね。さすがに手を打たないと。いやもうね、こっちで打っちゃってるんですよね、ネジ先輩。ほら見てくださいよ、全然違う、全然違う。でも狩人、お、もしかして見ちゃった、すずくん。うるさい、聞こえないだろあ、聞いてるんだね。うん、二人で。そこの二人、稽古場の前でどうしたのかね。織巻、足の怪我は大丈夫なのか。今日病院行ったら腫れが引いたから普段通り生活してもいいって言われました。おお、マジか、よかった、よかったね、すずくん。つっても無理はできないんですけど。まあね、安静にしないとね、そんなすぐ治んないからね。稽古の手伝いくらいはできるだろうから、立花たち探してたら。あ、出くわしちゃったと、新カリウドコンビに。私はメアリー、メアリージェン、人形師のメアリージェン。誰も名前を呼んじゃくれないドールマンさ。話の冒頭、メアリーが人形を抱いて売り歩くシーンか。この後カリウドの登場だよね。いや、ネジ先輩多分ね、びっくりするだろうね。
そうなんです、カリウド、そのカリウド。スズク嬉しそうだね、自分のことみたい。見てみろ、あれだあれだ、人形師のドールマン、女なのにドールマン。おお、全然変わったね。カリウドが面白いんですよ。あれが噂のメアリージェン、嫌われ者の人形師ですか。なんて落ち着きがないやつなんだ。死にかけの鶏の方がまだ品があるぞ。セリフも役の性格も変わっている。どうですか、フミさんが一年のために息抜きでやってるみたいなんですよ。息抜きってレベルじゃないけど、まあ息抜きってことでね、肩の力を抜かしてくれたんでしょうね、フミさん優しいから。なあ、あの話をしてくれよ。この島に来てからずっと島民たちがしている噂話。はいはい、わかりましたよ。ドールマンが作るお人形は悪魔のお人形。肌は血が抜けたように真っ白で、唇は滴る血のように赤い。いいね。それというのもあの女、死体を使って人形を作っているらしい。ああ怖い、ああ怖い。こんな噂もある。ドールマンの人形は呪いのお人形。あの人形を抱いて眠れば悪夢にうなされ寿命が縮む。冥府の扉が静かに開いてゴーストたちの仲間入り。ああ怖いね、恐ろしいね。いやいいね、キサちゃんだいぶキャラ変わるねこれ。結構クレイジーな感じだね、コミカルでクレイジーなキャラになったね。いいね、狂った少年感出てるね。どうですか、これは。これはネジ先輩、よくないですか、すげえでしょ。どうですか、フミさん。くだらない噂話だと聞き流していたけど、あんな奇妙な女なら何をやっていてもおかしくない。いや、キサちゃんすごいね。やっぱキサちゃん、すごい天才なんだね、キサちゃんも。やっぱ島の奴らを疑っていたことを悔い改めなきゃ。神よ、許したまえ。それやっぱね、田中麦先輩も目つけるわ。島の人たちはゴーストにでも会ったかのような目でドールマンを見ていますね。ドールマンが話しかけても一切返事をしようとしない。おや君たち、初めて見る顔だね。こっちに来るぞ。あなたがジロジロ見ているからですよ、シャルル。いやあ、はじめまして、私は人形師のドールマン。握手をしよう。フミさんの演技もいつも以上にキレてんな。確かに、ね、自由にのびのびやっている。あれ、どうした、カイさん。違う、カイさん。おっと、ごめん。俺の国じゃ握手は殺し合いの合図なんだ。へえ、陽気な風習だね。大丈夫、殺し合いをするつもりはないよ。この人形を見ておくれ、素敵なお人形だろう。島の人たちもみんなこのお人形が大好き。売り切れ前にお一ついかが。こいつ、イケシャーシャーと嘘をついてるぞ。近くで見るとますますおかしなやつ。関わらないのが一番かな。観光に戻ろう、次の船が来る前に。ええ。あれ、ネジ先輩。おっと、みんなもいる。今気づいたか。さあどうなの、オッケー出る。
ここまでしか作ってないよ。それにネジ先輩の前でこんな。もっと見てえよ。セリフ一つ考えるだけでも大変なんだよ。話の筋を変えないようにしなきゃいけないし、ネジ先輩が考えそうなセリフじゃなきゃ物語から浮いちゃうし。まあ確かにね、大変だよね。こんなのいくら時間あっても足りないよ。夜長くんが考えたのかい？若い双子コンビだよね、これ。すげえ、すぐ分かった。さすがですね。すみません。言い出したのは私なんです。こういう設定なら私とそうちゃんに合うんじゃないかと思って。お、脚本批判？マジで？そういうわけじゃありません。そんなんじゃないっす。でもネジ先輩もなんかちょっと、作戦考えれたからね。なあクロ、この設定生かして脚本書き換えてくれよ。無茶言いますね。いいじゃねえかなあ。あのね、どうだ。そうですよ、フミさん、今から脚本直すなんて。直すに決まってるでしょうか。直すんだ。ってことは OK ってこと？これで橘君、夜長君、今から君たちは双子の狩人だ。おお。でもネジ先輩が作った脚本、面白そうなものが目の前にあるのに見て見ぬふりをするなんて僕にはできない。まあ普通なら多分イラッとするんでしょうけどね、普通の脚本家なら。さすが柔軟ですね、ネジ先輩は。それに演者に向いてないこと無理やりさせて自信を奪うのもどうなんだって話だし。そうね、それはね危惧してたもんね、さっき。カイさんがなんかちょっと微妙な反応だったけど大丈夫？演者の力を引き出すのが演出家の仕事でしょ。ネジ先輩、そうだ、名前も変えよう。双子なのにシャルルとジャンホセじゃ統一感がないからね。シャルルとマルマ、シャルルとバツバツ。シャルルは決定なんだ。ラズ、カーチス、ヘリ。お？フィンの音が合いそうだな。あ、こんな感じで決めてくんだ名前。そう。フィガロ。シャルルとフィガロ。フィガロ。フィガロ、君の名だ。さあ、新たな役が生まれましたね。鈴くん、どうした？かっけえ名前じゃねえか。頑張れよ、フィガロ。ああね、まあね、そうだよね。ジャンホセが消えちゃうもんね、これで。まあいろいろ思うとこあるだろうね。思い入れもあっただろうし、努力もすごいしてたもんな。フィガロ、フィガロ。さてさて、イメージを膨らませたいからそのまま演じてくれる？今インスピレーションマックス、やりながら書き直しちゃうよ。マジか、さすが天才だらけだ、クォーツ。あれ、カイさんいいの？フミさん、今日は付き合ってくださってありがとうございました。本当にね、ふみさんのおかげですよね、これは。双子の狩人作り、即興劇みたいで面白かったな。宗師はポンポンアイデア湧いてくるし、貴様は宗師の伝えたいことすぐに把握して迫力ある悪役になってたじゃねえか。やっぱね、小さい頃から一緒にやってますからね、宗ちゃんとは。悪の花って感じだったよ。負けらんねえってワクワクしちまった。なんだか久しぶりに月さんと舞台に立ってた時の気持ちが蘇ったね。まあまあ、ちょっと妹ですからね。はい、すげえ楽しかったよ。ふみさん、そんな言ってくれるの？じゃ、ありがとう。お疲れさん。僕たちも楽しかったね。小さい頃みたいな感じだったのかな。
キニーと一緒にやってた頃。でもカイさん大丈夫なのかあれは。うん。気になるけどね。うん。じゃあ今回はこの辺りにしようかな。やっぱいけなかったな。あと2週間あるんだ。結構長いね。結構長いな。あと1週間ぐらいやっとこうかな。どうだろう。いやでも次でいけるかな。次でいけるか。うん。じゃあね、今回はこの辺りで一回終わりましょうかね。うん。じゃあこの辺りで今日は終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録もお待ちしております。それでは失礼いたします。